深田チャンネル、心理カウンセラーの深田静香です。カウンセリングの音声を毎日配信しています。昨日の続きです。聞いてくださいね。ちょっと抵抗感があるよね。みんな点数つけてって言われると、え、人に点数つけるんですかとか、いや違う、仕事に、うん、度合いに点数つけるっていうことね。うん、これでいいんじゃないかな。まあ大体僕は今まで静香ちゃんとずっと話してて、まあ大体静香ちゃんが嫌だなって感じる子は、別に静香ちゃんをかばってるわけじゃなくて、まあ大概嫌なやつ多いんで、まあ大体あのマックスで58点でいいんじゃない。はい。うん、多分苦しいのはそれ以上のことしてるからよ。あ、なるほど。怖いのは嫌度が勝ってるんやから、はい、ね、それ以上のことしてるからよ。うん、そうか、うん、もうちょっと目減りさせないと、はい、やってることは一緒かもしれないけど、うん、精神的な思い入れっていうので減らした方がいいで、はい、やってること減らすと相手にバレるじゃん、うん、バレますね。わかるやろ、うん、あの思いやりってあるじゃん、うん、あれをボーン落とすんよ。わかるやろ。なるほど。思いと行動の総合点やから、人っていう人に対する関係っていうのは、僕の場合はもうその人に対する思いっていうのもバーン下げるんよ。行動は一緒。行動は一緒。うん、なんでかって相手にバレると厄介やから。厄介です。うん、でもね、このね、相手に対する思い入れとか思いやりとか親切心とかあるじゃん、優しさの心とか、うん、そういうのをバーン落とすとね、もうすんごい楽、うん、なるほど、もうすげえ楽なの。やってることはもうあの一緒でも演技やから、はい、もう全然気持ちが伴ってないんで、うん、もうめちゃめちゃ楽なの。一回あのものは試しにね、何回かいつも言うけど練習してみて、うん、ね、うまくいったらあのその技術を磨いていってもらったらなって。はい、うん、で今後自分がやってみてうまくいったら、うん、ね、静香ちゃんに相談してきた人にそれをまた私がこうしてこうしてこうやったよって言って教えてあげたらそれでいいんじゃないかなって思うんで、はい、うん、ありがとうございました。今日の話いかがでしたか。私は思いと行動の総合点っていうのがすごいびっくりして、すごい面白かったです。続きもぜひ聞いてくださいね。深田静香でした。また明日来ますね。